昭和40年代お生まれの皆様、こんにちは。即価事故の久保です。まあ私も同じ昭和40年代生まれなんですけども、時代は変わり、平成をまるっと過ぎてですね、令和という時代に入ってきました。ということはですね、皆さん、そろそろ将来のことが気になりますよね。人生も後半戦に入ってきて、もちろん平均年齢まで生きるとしたらという話なんですけども、一番心配なのはお金のことなんではないかなと思います。特にですね、 年金を当てにして、年金に投資している方っていうのは、きちんと自分が受け取れるのだろうか、投資した金額以上の利回りが出るんだろうかってことも気になると思うんですよ。そうですね。年金っていうのは、 思わず長生きしてしまった時のために、えー、かけておく保険と言ってもいいのかなと思います。もちろんね、えー、自分の思っても見ないようなあ時期に早めに死んでしまった方には、まあ、保険とか貯金っていうのがプラスに働くんですけども、このね、あの、年金っていうのはもうお金がなくなっちゃったけども、まだ生きてるわって方に対して生活を支える糧となる、まあそういうね、金融商品だと思います。ところがですね、 あらゆる金融商品の中でこの年金っていうのは一番破綻のリスクが高いわけですよ、まあ、正確に言うと破綻というよりも、まあ、年金はもらってるんだけども、まあ、生活できるレベルほどはもらってないよってことなんですよどうですかね、皆さんね、えー、毎月毎月1万4000円分ぐらい払ってると思いますけどもそれが受け取る段になったらね1万円を切るような金額になるとされているのが昭和40年代生まれの皆様ということなんですよ。これはね、 よくよく計算してみると分かると思います、えー、現在ですね年金にどのぐらいの金額が積まれているのかご存知でしょうか130兆円ぐらい積まれてるんではないかなと言われておりますで毎年毎年集まる年金の額はいくらかというと51兆円ぐらいなんですよね51兆円年金が徴収されているということなんですようん そしてですね、年金はどのぐらい支払われているのかということなんですけども、これもなんと51兆円で、ついにバランスしてしまったんですよね。まあ、ということで、このバランスが壊れて、1年、2年経ってみると、まあ、年金は徴収するのに、まあ、50兆円ぐらいなんだけども、支払いが60兆円になっちゃうみたいな感じで、せっかくストックしておいた130兆円がですね、切り崩されていくってことになります。そうすすると、とと、20 30年年か経つこのストックがですね、 枯れてしまうってことになるんですよさあだからこそ昭和40年代の方皆さんはねもらえない可能性があります正確に言うともらっても仕方がないような金額にしか振り出されない可能性がありますよねまあ、そうなるとですね昭和40年代以降に生まれた方昭和50年代ですとか平成に生まれた方これはかけと言っても無駄ってことになりますよね では、どうするかってことなんですよ。まあ、年金は、ほとんど、税金みたいなもんで、払わないと、差し押さえまで来ちゃうっていうね、そんなことも、ああ、ちらほら聞こえてきますんで、これはもう、搾取されてしょうがないと思いながら払うしかないかなと思います。まあ、NHK の受信料より立ちが悪いですね、この年金っていうのは。まあ、でもね、ここに書いてますように、年金がどんどん減っていくんで、老後破産しないためには、死ぬまで働くしかないっていう選択。そう思った方、安潰としますよね。私は別の回答を持ってるんですよ。うん、ここにもいろいろ書いてますけどね。 少子高齢化によって、年金が満額もらえなくなる可能性もありますよと。で今ね、国民年金の場合は、満額でも6万4千円で、これは暮らしていけないですね。家賃払ったら終わりですね。で平均では5万5千円ぐらいですね。うん、これはきついですね。うん。で、これからこれがどん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 減るんですよ。その減る根拠は例えばね、年金の支給開始年齢が68歳と。68歳まで生きてる人がどのぐらいいるのかっていう割合にもよりましたね。要するに、払い損ですよ。<laughs> 死ぬまで払わないぞみたいなね、とんでもない、もう、ぼったくり場合よりひどいですね。で、マクロ経済スライドみたいな、かっこいいのがね、導入されましたけど、要するに、年金カット法案なわけですよ。うん、マクロ経済スライドなんてね、こんな言葉に騙されちゃダメですよ。かといって、騙されちゃダメって言っても、決まったことなんで、そうなるってことなんですよ。我々個人的にはもう対抗し得ないんですよね。うん、怖いですね。で、国民年金ならおよそ4万円、厚生年金でも14万2000円。 に減らされる可能性があると。ああ。暮らしていけないじゃんってことですよね。で、目減りする将来に対してどういうふうにしていくかってことなんですよ。これテレビでたまに見る方だと思いますけども、この方がどんな素晴らしいアイデアを出しているのかってことは、この記事をね、URL に付けておきますので、えー、読んでいただければと思いますけども、こういうバイトをしなさいっていことをね、言ってるんですよ。これしかアイディアないのかって思いますよね。この人もね、うん申し訳ないんですけども、 こんなアイデアしか出ないんだったら、まあテレビに出ないでほしいなと思いますよねえ。要するにね、私が言いたいのは何かっていうと、40代から50代で、まあ1億なり2億なりストックを作っておくなり、60代から70代で使うべきおお金額っていうのをもうすでにですね、あのー、まあどっかでね、金融商品とか、あ預貯金とかで、国内ではないですよ。国外の預貯金でストックしておくってことなんですよ。で、その金利差とか利回りによって、 じゃあ、70代ぐらいになったら、日本円が、日本の銀行口座のお金がなくなっちゃって、年金も当てにならないんだけども、でも、例えばね、ドルがもうだいぶ増えてきたんで、それを使おうかなとか、あまあ、シンガポールとかね、えー、それから、 インドネシアとかありますけどもルピアがだいぶ溜まってきてしかも金利差が随分日本円に対して対日本円に対して強くなってきたんで、まあ、そこで暮らしていこうかなインドネシアに移住して余せは暮らそうかなみたいなマルチライフを考えていけばこの問題というのは一挙に解決するんですよね。 ただから若い間は一生懸命日本で働くのもいいでしょう。日本で、えー、いろんなね、文化、ね、楽しむのもいいでしょう。でも、老後は日本で過ごすっていうのがちょっと難しくなってくると思うんですよ。そうなった時に、日本以外の国に、その国の通貨を、まあ、入れておくことによってですね、ちょっとずつ積み立てることによって、えー、まあ、タイルピアなんてのは多分10年とか20年経って、ものすごく日本人に対して強くなってきてると思うんですよ。 まあそういうことを考えていくと、少ない投資で大きな将来の利回りを得るっていう考え方もできるわけなんですよね。インドネシアの株式なんで10円ぐらいから買えるわけですから、で、今、日経平均株価に当たるものが、向こうで700円なんですよ。で、日本が昭和30年代にやっぱり日経平均株価700円だったんですよね。今は2万円超えてるじゃないですか。 だこういうふうな伸びをするんではないかなと、インドネシア、東南アジアのバブルが続いてるなっていうことを考えると、日本の銀行に1万円、2万円預金をするよりも、保険をかけるよりも、インドネシアの方に1万円、2万円と入れておいた方が、将来性は、ね、かなり広がるんではないかなと考えていくわけですよね。もちろん、うん、高い、えー、ね粗利の仕事を40代、50代でやっておいて、一生分の資金を作っておく、資産を作っておくっていうこともいい方法だと思うんですよ。でここで語られてるのは うん、毎月毎月働いて、毎月働いた分をそれを消費して生活に当てて、亡くなった状態で次の月に向かいましょうみたいな、こんな途方もないことですよね。死ぬ直前まで働けって意味なんですよ。これはもうね、ひどい、ひどい、ここに書いてます。現在はもっとひどい状況でしょうっていうのこの人のコメントがひどいなと思いますよね。このぐらいのアイデアしかないのかなと思ったらね、愕然とするわけなんですけども、うん、昭和40年代の皆さん、あのね、堀江さんもロケット打ち上げたことですし、できないことはないわけですよ。一生懸命ね、自分たちの情報と、知恵、 活活用ししててですね、えーまあ、あの自分の生活設計を作っていきましょう本当にね、こういう風なコメンテーターさんとか、雑誌の記事をうのみにしちゃダメで、こういう意見もあるけど、違う意見を作っていこうかなという風なね、第三の選択肢を自分の力で作っていく、第四の選択肢を自分で見つけていくっていう能力がこれから必要になってくるんではないでしょうか。それでは本日は以上です。